はいどうもゆうきです。王者の祭典レッドの手持ち縛りでピカブイ実況を続きやっていきましょう。前回2度目のチャンピオンになりました。てか強化版四天王を全て倒してライバルも倒して殿堂入り2回目をしましたね。あと僕がやりたいことは山頂とミュウツーを捕まえる、ブルーとグリーンを倒す、そしてレッドに挑む、レッドを超えること、この3つです。この3パートで終わります。なんで今回はまず山頂を捕まえに行きたいと思うんですけど、前回殿堂入りしたまんまここにいるので、ちょっとファイヤーのところから行きたいと思います。まずは1匹目ファイヤーですね。チャンピオンロードにいます。ムービー入るの？ムービーかっこよ。サムネにしたいレベル。でも今回、3匹やるからな。でミュウツーも行くから、ファイヤーの能力が上がった。なんで上がるんだよ。じゃあまあでもとりあえずぶっ倒してカビゴンパターンですよね。あレベル50か。じゃあいけるわ。これで波わあ、いや大丈夫、ラプラスなら耐えられる。ここで波乗りで決めるわけよ。よし、あと一発でいけるな。いやでも伝説だからかさすがに耐久性ありますね。レベル差こんだけあって弱点疲れてんのに。やるねやるね。でこれ2発目で、はい落としていく。でこの後だよな、問題は捕まえられるかどうかですよね。マスターボールはミュウツーに投げたいんで、これでとりあえず木の実かな、木の実かな。うわー左右動くタイプだこれ、めんどくせえ。金のズリの実あげとくか。金のズリの実を与えて、銀のズリの実も2個ぐらい与えて、これでいこう。この上でハイパーボールですよ。あ、やべ。ちょっと待ってんね。じゃあもう、落ち着けよお前。ボール当たらんやろ。いや落ち着きのない子ですねこの子は。性格せっかちとかかな。やべえやばい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 。もう一発投げてみるか。あーくそ、高すぎた。真ん中に投げたいのに。いやーちょっと待って待って待って、まずい気がする。一旦金の7の実で落ち着かせていく。もう一発金の7の実で落ち着かせていくからのハイパーボール。あくそ、ちょっと待って。このボール投げるのがどうあがいてもうまくならん。これ難しい、ボール投げんの。来い。ああ、そう、真ん中狙わないときついな、やっぱり。ここ。丸のタイミングよ、これが難しいんですよ。今で切る。よし、ナイス入った、ナイス入った、ナイス入った。頼む、来てくれ。うわー。ここ。ナイス入ったナイス入ったナイス入った来い。いやもうちょっと待って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 、一回もう一回金の7の実投げよう。これ7の実で落ち着かせて、もう一回落ち着かせて、もう一回ぐらい落ち着かせる、もう一回ぐらい落ち着かせて、あー今投げるべきタイプ、ここ。よしグレート、これは来たでしょ。マジでこれでも来ないの。ちょ、エクセレント狙わないとダメな感じこれ。やべ、ちょ、くそ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 、ちょっと落ち着け、お前落ち着く身いっぱい食べただろ。くそこいつ厄介なんだけど、めっちゃ動く。ちょっと待って、ここナイスナイスナイス、頼む。これ倒すよりも捕まえる方が大変だな。残りの山頂も全部こんな感じなの？超困るんだけど俺。なんで横投げて今。ああ行くぞ、避けんな。ずれるな、横にスライドするな。ちょっと待って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 。エクセレント来た。これは捕まってほしいよ。マジで？ちょっと待って、どうすればいいのこの人捕まえるの。どうやったらつ、なんで斜め行くんだこれ。俺普通に上にシュッてやってんのに。なんで斜め行くのこのコントローラー。頑張れ。捕まえよう、ファイヤーを。あ、来たか来たか来たー。いや、大変。
大変。すげえ大変これ。とりあえずはファイヤーゲットできました。いや、もうちょっと落ち着きのある子になってほしいですね。よし。夜空さえも赤くするほど激しく燃え上がる翼で羽ばたく伝説の鳥ポケモン。かっこいいな、説明がまた。オッケーオッケー、じゃあ次の鳥の元に行きますか。サンダーさんがいるのも昔と変わらず無人発電所ですね。昔はここ波乗りじゃないといけなかったけど、今は空を飛べるんでね。なんか裏にボールというかアイテムがあって、こっちはエレブーのマスターか。オッケーオッケー、じゃあ探索していきましょう。内装どんなんだったっけ。あー、こんなんだった気するわ、懐かしい。じゃあサンダー探すか。いますね、サンダーさん。サンダーかっこいいね。これムービーも楽しみだな。おー、怖そう。え、いいなー、これ全部サムネにしたかったな。山頂全部サムネにしたかったな。分ければよかったかな。いや、でも最後まとめていきたかったから、まあいっか。頼むぜカビゴン。レベルは50だから大丈夫だと思うけど、ちょっと激鱗2発とかにしとこうかな。確実に落とせるしょ、これなら。マヒルナよ、カビゴン頑張れ。マヒルナ。オッケー、これで激鱗一発目食らわせていく。うわ、硬っ。硬っ。こんだけレベル差あるのに、レベル10違うのに。お、ナイス回避カビゴン。そんなに警戒の動きできたっけ、あなた。助かる、助かる。あと一発だな。混乱するよな、するよな、そうだよな。でもこのまま激鱗を打って通していくのがうちのカビゴンさんなんですよ。頼むぜカビゴン。ここは耐えながら、うわ、まひった、うわ、まひった。しかも混乱。うわー、まあしょうがない、しょうがないけど、あなたに頑張ってほしい。これはもう、これはしょうがない、これしょうがない。じゃピンチなのもわかる。でもここは頑張ってほしい。うわー、カビゴン、ダメだ、カビゴンごめん、交代だ。ガラガラ、お前なら10万ボルトは効かない。もう頼むわ、決めてくれ。いや、でもレベル10違ってこんだけ強いって、やっぱほんと伝説ってすごいんですね。あー、やばい、交代を読んでいたのか、強すぎか。炎のパンチ、炎の、あー、ちょっと待って、まずくない、ガラガラもやられるよこれ。ちょっと待って待って待って、ギリギリになってきたけど、これやられるな。リザードン、じゃあ頼むわ、空飛んでる先輩としてやってくれよ。え、強くないサンダー、普通にめっちゃ強くない。この辺持ってチャンピオン戦とか行ったらかなり楽だったんじゃないの。リザードン、フレアドライブで決めてくれ。かっこいいね、この技は本当に。はい、オッケー、サンダー倒しました。ただこっからなんだよな、本番は。こっからなんですよ。とりあえず、まあ未経はもう割と使っちゃっていいかな。あとフリーザーには使うけど、金のズリの実2個与えて、で、銀のズリの実も2個与えておきましょうか。てか、こいつ動き早いな。厄介だな。厄介だな。ちょっと待って、ファイヤーよりも動くのは、ちょっと困るぞ。これで、うわぁ、せっかくいいタイミングで投げたのに今、ちょ、なんで右に飛んだ、ちょっ、あ、オッケー。今、左狙ったんだけど、まっすぐ飛んじゃったけど、結果オーライですね。来るか来るか、一発、オッケー、サンダー一発、ファイヤー何だったんだろう、あいつ。よしよしよし、ピカチュウいるから親近感あったのかな。オッケー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 。サンダーの説明は、空が暗くなり稲妻が連続して落ちていく果てに伝説のポケモンは現れる。かっこよすぎか、かっこよすぎか、サンダーありがとう、これからよろしくな。じゃあ次行くか。で、ラストのフリーザーがここ、双子島ですね。双子島の一番奥にいるので、探索していきたいと思うんですけど、これ、地面滑るタイプかな？あ、滑らないタイプか。よかった。じゃあ探索していきましょう。来ました、最後のフリーザー。山頂の中だと僕、フリーザーが一番好きです。ピーカ、ピーカ、ピーカ、
美しい、そして威圧感がある。画面が凍った。いいね、いいね、いいね。いや、かっこいいよね、フリーザーって。なんか、しかも、なんか品があるというか、ね、オーラがありますよね。カビゴン頼むぜ。あ、そうだ、炎のパンチ忘れちゃったんだ。忘れてたわ。噛み砕くで砕いてやれよ、あいつを。お、リフレクター？マジか。物理強くなったか。リザードに変えて、もう、あれ、Y で燃やしちゃおうかな。そうしたら、リザードン、ちょ、頼むわ。カビゴンでやろうと思ってたんだけど、予定変更ですね。いっておいで、リザードン。リザードンさんで、あ、冷凍ビーム出たよ。強えんだな、その技が。凍るんだな、たまに。オッケー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 。そしたら、メガ進化 Y で火炎放射。これでぶち抜いてもらいましょう。いや、物理と特殊、やっぱ炎技2個必要だな。2個覚えさせてよかったわ。これで火炎放射。一発で決まるんじゃない？これなら。オッケーさあ、で、問題はここからよ。サンダーの時みたいにすぐうまくいけばいいんですけど、とりあえずバックから金のズリの実と銀のズリの実は全て与えちゃいましょう。はい、銀のズリの実も食べていいよ。金のズリの実も食べていいよ。でも俺金の実とかあんま食べたくないけどな、リアルだったら。正直これで、あ、やべ、え、弾かれた。なんで。よし、とりあえずはナイスで様子見。どうなる？早っ。ちょっと待って、きついな。ちょちょちょ、動くな動くな、止まれ。あー、もうちょっと上だったらエクセレント入ってたっぽいのに。グレイとかな、今のぐらいだと。ちょっと待って待って待って、こいつは難敵だぜ。こいつは難敵だぜ。ちょっと待って待って待って、ファイヤータイプだぜ。来た来た。うわー、もう惜しい。もうちょっとだったのに。ここ、このさ、左右にスライドして動くのやめてほしい。本当に狙いにくくてしょうがないし、タイミング合わせられないし、こんな左右にも動かれちゃったら僕丸のカーソル合わせられるわけないじゃないですか。難しいんだこれ。来た。うわー、3回まではコロコロすんだけどな。よし、グレート、これは来たでしょ。うわー、ちょっと待って。でもこの攻撃の後、ここが一番結局狙いやすいんですよ。この一回捕まえてボールから出た後のこの威嚇行動をしてるところ、ここで狙っちゃうのが一番いいと思うけど、ちょっと落ち着かせた方がいいか。一回さすがに投げまくってるからな、落ち着かせないとやばいか。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。そうしたら一旦バック行って、金の7、違う、普通じゃない、金の7の実、これをね、もういくらでも食べていいよ。金のバナナの実ですよ。これをもう3個ぐらいあげようか。そしたら1個2個、はい、3個、これでしっかりと落ち着かせてボールですよ。もうちょっと遅めに投げればよかった。今しくりましたね。これでちょっとスライドしてこの辺、あー、くそ、丸が難しい。左右に投げ分けるのがうまければもっといけんのかもしれないけど、左右に投げ分けるの難しくない？どうやるんだろう。ナイス、オッケーオッケー、いけるよいけるよいけるよ、いけないよいけないよ。もう一個パッ、あー、ちょ待ってよ、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、ここ、ちょっと落ち着いてくれ。エクセレントが出ない、グレートすら出ない、やばい。来た、オッケー、よかった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 。いや、フリーザーちょっと怖かった、逃げられんじゃないかと思ったもん。よし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 、あ、でレベル結構揃ってきました。みんな平均化してきた。よかったー。冬空の空気に含まれる水分を凍らせて雪を降らせる伝説の鳥ポケモン。気象を操るってかっこいいですね。オッケー、フリーザーゲット。じゃあラストの伝説のところに行きますか。最後はここですね。花田の洞窟です。花田の洞窟には恐ろしいポケモンがいるとかいないとか、俺はただの見張りだからよく知らないのだがね、ちゃんと見張っててくれよ。じゃあ行きましょう。ここで奴が、ミュウツーがいるわけですよ。いや、懐かしいな。綺麗だな、花田の洞窟。だいぶだいぶ気合入ってんな。じゃあ探しに行きますか。来ました、ミュウツーさんのところですよ。ここでマスターボール使いましょう。いや、かっこいいな、ミュウツー相変わらず。
超かっこいい、超かっこいい。やろうぜミュウツー、まずはバトルだよな。能力上がった、それ厄介なんだよな。レベルは何ぼ、50なのかな。いや50なわけないよな。あ、70か、初代と変わらずか。初代も確か70だったよね。オッケー、やってこう。神砕くで一発入れてくれ、カビゴン。ちょっとミュウツー、レベル差10あるからどんだけ食らうかですよね。わーお、えげつないな。マジか、そんなに食らうのか。ちょっと待って、これはまずいぞ。ちょっと、いや、やったね、やったねって言ってる場合じゃないぞ、普通に。カビゴン、次で落とされるな。ピカチュウ、いや、でも、変に変わっても。いや、リザードンでいこう。ちょっと頼むわ、リザードン。メガ進化してフレアドライブとかで一発打ち込んでおくかな。いや、レベル差10はやっぱきついな。ここをしっかりと耐えていくけど、あ、カビゴンやっぱ耐久性あったんだね。そうしたらメガ進化 X にしてフレアドライブぶち込んで、ちょっと強制的にダメージ与えていきたい。だ、反動でリザードも戦闘不能にはなっちゃうんですけど、ここはちょっと頼むわ。え？先手取られんの？マジかよ。うわ、マジか。いや、マジか。いや、マジか。リザードンのスピードでもかなわないのか。ほんとか。やばいな。ピカシュウ。そしたらバチバチアクセルで確定で先制取ってダメージ与えていこう。やばいやばいやばい。普通に化け物こいつ。バチバチアクセル。レベル差もあるし、ミュウツーやっぱり全体的に能力高いのもあるし、でも大変なことになってますね。耐えられる？耐えて、ちょっと耐えてほしい。あぶねい、持ちこたえたパターンだこれ。よくやった、よく耐えてくれた今のは。本当によくやったよピカチュウ。じゃ、ここでもう一発バチバチアクセルを当てていって、このくらい入る、あと4分の1ぐらい。もうちょっと回避はできないか。いや、でもよく頑張ってくれたピカチュウ、ありがとう。そうしたら、やーばいな。バタフリー、バタフリー耐えられるのか。耐えられる未来が見えない。バタフリー先手取れたりしないかな。シャドーボール、無理だわ。早いわこいつ、何なの、早いよ動きが。やばい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 。ちょ、ラプラスならこの体力だったら耐えられる疑惑がある。これで耐えてもらいながら冷凍ビーム打って凍らせよう。それでいこう。ポケモンスタジアムとかね、冷凍ビームとか凍らせました。これも自己再生すんの？もうやめろ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 。せっかく減らしたのに。わーお、マジか。冷凍ビームで、ナイスナイス、マジ凍った、マジで凍った、ナイス、これは本当にナイス。いや、すげえよラプラス、最高だよお前、ありがとうラプラス。いや本当に凍った、やばやば、しかも一発で凍った。オッケーオッケー、トータルタイム残り1分45秒。いける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 、このままやってやろうぜ。冷凍ビームあと一発で倒せる。いやー、一発でいけるか。波乗りにしておくか。波乗りの方がダメージはあるよな。いつ、まだ凍ってる。よしよしよし、氷が一番きついからね、状態異常で。波乗りで、オッケー。いや、ラプラス神、ありがとう。じゃあラスト、マスターボールってさ、これ投げて外したらダメなの？ちょっと待って、マスターボール投げるの緊張するんだけど。そう考えると当てなきゃダメなのこれ。え、ちょっと待って、もう動くんじゃねえよ。ここ、あ、よかったよかった、今投げてビビってなんかコントローラー吹っ飛ばしちゃったんだけど、よかった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 、投げるのミスるかと思った。あ、よかった、ミュウツーゲットだぜ。おー、ラプラス MVP だよ今日、やったー。いやー、よかったー。ミュウツーかっこいいな。ミュウの遺伝子とほとんど同じだが、大きさも性格も恐ろしいほど違っている。
ちょっとサイズ大きめですね。ミュウツー、ゲットだぜ。オッケー、じゃあ今回はここまでにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。今回で伝説をすべて捕まえることができました。で、次回がブルーとグリーンとの戦い、そしてラストがレッドとの戦いをやっていきたいと思いますので、皆さんぜひ楽しみにしておいてください。じゃあここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあね。